です。りょうかです。ありがとうございます。今日は初コラボになります。今皆さんどこにいると思いますか？どこでしょうか？新大久保。なんか今流行ってる、なんだっけ、あの生きた生きたタコ、生きたタコ、生きたタコを食べに行こうと思います。ちなみに私携帯も壊れてて、はい、カメラしか回せないので、ちょっと人に聞いてみようかな。うちらさ人見知りじゃん。そう、人見知りだから適当に話しかけて、その人たちにちょっと聞こうと思います。はい、いつだ、マジ暑すぎんの。マスクがごもる。これするわ。これして、扇風機って大事。モテマ、モテマだよ、モテマ。何モテマ、モテマスク。マジで置いてっちゃった、置いてっちゃった。初めて知った。 あったあった。生イイダコと何何が違うのかな。待って、カンジャンキジャンある。ここ絶対ここじゃん。ちょっと見てみる、入ってみるか。でもタコすごいよ。タコの主張激しくない？なんかまだまだある、まだある、まだ、ほら、え、これじゃないの。ここかな。え、食べれるかな。生イイダコのだけ絶対ここじゃん。でも死んでるんじゃね。絶対ここだよ。え、違うな。こちらに入ります。入ります。タコがきっちり生きてるよ。タコ、こいつらを食うんだと思う。こいつらを食うんだと思う。ありがとう。はい、お店に今着いたんですけど、こちら、ダダン、デジョンデです。に今日来ております。今日頼んだのが生きてるタコが有名らしくて、あとは私たちが好きなマグロとかそっち系を食べに来ました。楽しいな。大食い、そう、ファイヤー、ファイター、はい、大食いファイターって分かんない。違う、大食いファイター。さあ、大食いファイターってか違ったらめっちゃ楽しい。大食いファイヤー、ファイヤー。もう新大久保といえば韓国なんで。韓国行ってくるってことありますか？ないの。ないの。ない。待って、めっちゃありそうな感じで言ってたよね。そう、めっちゃありそう。めっちゃない。行ってみたい。次、え、何か本番の海外の高かったみたいかも。分かる分かる。こことはちょっと違いそうだよね。違うと思う。また違う。あ、美味しさがあるんだろうね。そうそう。待って、今届いたんですけど、え、やばい、バカうまそう。やばい、バリクソうまそうだ、やばい。マジうまそう。やっぱクソとか言っちゃダメだ。バリうまい。そう。なんかね、ジンジスね。待って、あのタコも来るんだよ、まだ。生きたタコが一番メインで、うちらは。おててをいただきます。うまい。うまい。ちょっとなんかスープみたいなのめっちゃこれ気になってるからさ。思ってたよ。カニだ。カニ汁。うまいわ。ここからは申し訳ないんですけど、私たち食感が喋らないと思う。え、なんか静かになっちゃうよ。ごめんね。ごめんなさい。あの、そうじゃないんですよ。行ってみたいけど行ったことない。めっちゃ動いてる。動いてる、めっちゃ動いてるよこれ。なんかもう少しごめん。大丈夫？大丈夫。これね。これ終わります。レモンかけます。うん。かけたらもっと動くし。踊ってるわ。待って待って。
次ちょっと買い物しに行こうと思います。うわお腹パンパン、入らないねってなっちゃいます、ね、そう、さすがにさっきので結構パンパン、ちょっと結構きつか、うん、でも結構美味しかったし、うん、もういいかなみたいに十分なので、うん、じゃあこれからちょっとお買い物しに行こうと思います。じゃあゴーゴー、おすすめイエイ。スマホで撮影してるのバレるわ。何しますか？決められない。かわいい。エスポア。それ前めっちゃ使ってた。ね、使ってた。肌白くなるよね。なる。マジ白くなる。すごい。はい。こんな感じで私たちの新大久保デートは終わりになります。あのね、今ちょっといろいろ見てきたんですけど、ちょっとまだなんか。お目当てのものがね。そう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 、まあでもいろいろまだね回ってみて、ね、なんかちょっとこれからもちょっと見よう、そうそう見ようかなって思います。ちょっとさっきのタコさんもびっくりするくらいね動いてたし、美味しかったと思います。美味しかったね。美味しかったね。またちょっとリョクちゃんと出かけようと思います。リョクちゃんのねあのチャンネルとかも SNS 概要欄に接続くので、そちらもチェックお願いします。この動画がいいと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、ティックトック見てますので、概要欄に載せておきます。それではみんな、グッバイモーモー。